今、トムラウシ温泉を出て行けるじ行けそうギリギリ行けそうなので、しかり別湖の方に行ってもう一個日帰り温泉入れたらいいなと思っています。いやいい温泉でした。気持ちよかった。露天も気持ちよかったし、温泉も気持ちよかった。ありがとうございます。すごい良かったです。今日朝、くったり温泉で一発朝風呂入ってるので、今これで2個目、なので次で3個目、プランを、急遽変更して、やっぱり一人じゃないとなかなか行かないであろう、観音温泉しかり別をやめて、やはり最初言っていた観音温泉の方に、向かいたいと思います。多分そっちの方がファミリーで行くかっつったらなかなかそこチョイスされなさそうなんで、一人のうちに、そちら行ってみたいと思います。観音温泉まで52キロ、じゃあ向かいましょう。よし、レッツゴー。この道はすごいな。もうレイクインからトムラウシ温泉まで信号一個もないからね、ノンストップです。鹿追町に入りました。北海道って感じですね。いいじゃんこの景色も。晴れ間が見えてきた。やっぱ北海道はこうじゃん。これで明日の撮影は大丈夫だと思うけどな。ちなみに明日の撮影は、富良野へ移動します。いいじゃんこういうの、こういうのこういうの待ってたのは。牛、牛じゃん。北海道は牛じゃん。で、観音泉までまああと24キロぐらい。最高じゃん。なんかもういろいろ、いやミッションの車はやっぱ楽しいな。いいよこういう森関連もいいよ。はい、観音温泉、観音スパで右があれですね、観音温泉まで14キロ。 OK。 さあ観音温泉に向かう道中も、道幅が狭くなり、この先もしかしたらまた砂利道に突入してしまうのか分かりませんが、あと 8キロぐらい、どのような、温泉が待ち受けているのか楽しみです。さっきのトムラウシの時はクマを見かけましたが、今はクマはいないと、こちらはいないといいです。そうでした、思い出しました。いよいよここで電波がなくなってしまいました。観音温泉、ホームページにも書いてありましたが、電波ありませんと書いてあったので、携帯電話使えません。宿泊者には、Wi-Fi 教えてくれるらしいんですけど、日帰りの人たちは Wi-Fi 使わせてくれないんじゃないかな。まあね、日帰り温泉ぐらい Wi-Fi 携帯なんかなくたって十分ですからね。順調に進んでおります。あと4キロ弱。温泉好きの人に教えてもらったんで、まあ、間違いないと思いますけど、湯に関しては昨日帯広で行った朝日湯、あそこの湯個人的にめっちゃタイプだわ。僕の中ではすごい入ってる方なんで、お肌すべすべお肌ツヤツヤすべすべしっとり。温泉前まで好きじゃなかったんですけどね、最近やっと温泉って楽しい、楽しいつか温泉っていいなって最近やっと気づき出しまして。あ、3キロ、あ、もうついちゃうな。あっという間に、あとはやってるかやってないかですね。そうするとこの先に、おお、あった。よし、
到着。はい、観音温泉着きました。行ってみよう。またすごい秘境に来ております。日帰り入り口、すごいザリガニ池、行こう。堪能してきました。雰囲気最高です。あ、楽しかった。3つ目クリア。あっちは宿泊するとこみたい。よいしょ。やっぱ一人で来て正解でしたね。ここは太陽が出てて眩しい、スーパー眩しい。さあ今からまた戻りましょう。観音温泉ありがとう。すげえ良かったです。いやー、いい温泉だ。いや、ここはいいな。のんびり、本当に。しかも電波がないっていうのがまたね、渋いね。やっぱたまにはそういったデトックスな日も欲しいかなと。いやー、いいところです。で、やっぱ温泉もね、なんか露天風呂はすっごいぬるくて、で中の内湯がめっちゃ暑かったな。1個光別光、湖もこれだけ今日が出てくれば見れるのかな。あ、鹿、うわー、登ってった登ってったぞ。内にネットする鳥栖シア若鳥の鳥栖チェーン店の鹿追い店、今日の夜ご飯はここの唐揚げをテイクアウトして食べたいと思います。焼き鳥も美味しいらしいんですが、今日は唐揚げのみ感じです。じゃあお楽しみに。